はい、ご視聴ありがとうございます。ニコルです。今日の動画はこちら、東京レプタイルズワールド2023参加してきました。東レプ参加するのはもう3回4回と、まあ、去年一昨年と何度か参加させていただいていたんですけれども、今回は池袋サンシャインシティ展示ホール AB での開催となりました。今回からなのかはちょっとわからないんですが、普段こんなにちゃんとしっかりとした冊子、今回冊子でお渡しをしてくれていて、結構ブースの紹介とか生き物の紹介があって、非常に楽しめる冊子を配っていました。これはできれば東レプの前とかにデータとかでいただいて、じっくり意欲を高めてから参加したいなぁとも思いました。すごくもらって嬉しい冊子でした。今回の東レプなんですけれども、今回は僕と、妹ちゃんを連れてちょっと2人で参加の方をさせていただきました。まあ2日目だったんですけれども、かなり人の多いイベントになっていて、あとはやっぱり例年暑いですね。ちょっとやっぱりブースさんが多いっていうのと、まあ人の熱気っていうのもそうですし、あとはやっぱり生き物が、ね、何より多いので、ブースさんも多いっていうところで、ちょっと中の温度が高かったかなと思います。真夏なんかは結構去年だいぶやばかったので、もうちょっと涼しいと、まあ生態に影響のない程度に涼しいと、もっと回りやすいのかなと思います。今回スタンプラリー、まあ妹ちゃんがいたので、スタンプラリーの方にも参加させていただきました。まあ各ブースに1箇所ずつあって、最後に、まあ、抽選を受けられるわけなんですけれども、抽選の中でどれか商品が当たるかもよっていうものみたいでした。まあ、2回挑戦したんですが、2回とも我々は外れでした。また挑戦したいと思います。で、今回の東レプなんですけれども、今回もたくさんのショップの方々やフォロワーの方々、またはフォローさせていただいている方々とお話をさせていただくことができました。お話させていただいた方、本当にありがとうございました。やっぱりイベントに何回も連続で参加していると、まあ、顔見知りというか認知していただけている方がどんどん増えてきているっていうのは非常に嬉しいなと思いました。前回アクバスの方で出展させていただいたお話とか、次いつ出展するんですかとかっていうお話をいただけたのも非常に嬉しかったです。ありがとうございました。今のところ決まった予定っていうのはないんですけれども、見ていただけている人がいるっていうところで考えると、もう一回やってみてもいいのかなと思っているので、またそういったことがあれば YouTube や Twitter の方で告知の方させていただきたいと思います。今回お会いさせていただいて、写真なんかを撮らせていただいた方に関しては、まあ、許可をいただいた方に関しては、Twitter の方で写真の方は紹介させていただきたいと思いますので、気になる方はぜひ Twitter の方をご覧ください。で、今回の購入品お迎えなんですけれども、まず購入させていただいたのがこちらのイオレイズですね。これは結構頻繁に購入させていただいていて、超イオレイズ、まあ、知らない人のためにお話をすると、置いておくだけで抗菌防カビ消臭ジェル、用途としてはペットのケージの中にそのまま入れて使えるものになってます。まあ一応紹介なんかもこんな感じで、ちょっとピントが、はい、結構これはクレスのケージに愛用させていただいていて、まあ、今使ってるやつが半分切ったぐらいなので、追加で一つ今回購入しました。次に購入したのが、ついにですね、これは使ってみたかった商品です。こちらパンゲアですね。これ本当に入荷しないようでして、去年結構一年中探してたんですが、どこのお店にも置いてなくて、ただ今回年末年始の次の便かな、入荷したっていうのを聞いたので、今回これを求めて購入させていただきました。こちらは地元でよくお世話になっているショップさん、旧サムライジャパンレプタイルズさんですね。今モンスターズモンスターさんで、購入をさせていただきました。ありがとうございました。今うちレオバイトをふやかして使っている餌として与えているので、どのぐらい食いつきが違うのかとかっていうのも、ちょっと楽しみにしたいと思います。ちなみにモンスターズモンスターさんですが、最初にご説明させてもらったこの冊子の中にも今回専用ページが設けられていて、すごくお店の魅力が詰まった1ページになっているので、資料、まあ、データとかで見れるかどうかはわからないんですが、資料をお手元にある方はぜひご覧いただけるといいかなと思います。とてもおすすめのショップさんです。で、その他ですが、今回購入品はありません。お迎えについても、実は今日はお迎えはしませんでした。はい、耐えました。っていうのも、ご覧いただいてもわかる通り、今一部なんですが、ちょっとスペースが、十分なスペースが取れていないっていうところと、まあお迎えね、正直レオパのメスと西アフの
オスはちょっと探してます。正直なところ運命的な出会いがないのでお迎えをしていないんですけれども、まあ、もしね今日、見ている中で運命の子がいたらお迎えもちょっと考えてはいたんですが、今日のところは一旦耐えました。はい、我慢しました。まずはね今うちにいる子たちでしっかり十分なスペースで十分な飼育環境で飼育していきたいっていうのがやっぱり第一優先にありますので、しっかりスペース確保をして運命の出会いがあればお迎えの方も考えていきたいなと思ってます。で今回お迎えはありませんでしたが、例えば西アフのオスとレオパのメス、運命的な子がいた場合には同時のお迎えっていうのももちろんあり得ていたわけなので、そこはまたたくさんの食さんじっくり見ながら楽しんでいきたいと思います。やっぱり全体の感想としてはですね、とにかく広いと思いました。レプタイルズワールド東レプ、他のイベントもたくさん行ってますがかなり広い方だと思います。まあ、部屋が3フロアに分かれていて、フロア1つのフロアもものすごい広いですし、ショップさんのブースっていうのも1つのブースも結構大きく取っていましたし、入っているブースの数も多いですし、何よりサンシャインシティに入っているので人がやっぱり多かったです。来場数が非常に多いように感じました。まあ、2日目の夕方なのでちょっと引いてくるかなっていうのもあったんですけれども、かなり僕が行った時間が、お昼ちょっと過ぎぐらいの2時間ぐらいだったんですが、あの量の人はすごいなぁと思いました。東レプサンシャインシティでやるイベントのおすすめ点としては、やっぱり東レプだけを目的に今までは、まあ、池袋まで行ってたわけなんですけれども、東レプ以外でもサンシャインシティの中で楽しめるスペースっていうのがめちゃくちゃあるので、それこそ水族館があったりプラネタリウムがあったり、今あのガチャガチャのかなり広いコーナーがあったり、あとはあのポケモンセンターがあったりとか、すごく今回妹連れて行ったっていうのもあるんですが、お子様もものすごい楽しめますし、大人もめちゃくちゃ楽しめるなと思いました。あとはニャンジャタウン猫カフェですね、それなんかも、まあ、かなり人が並んでたんで今回は行けなかったんですが、1日じゃ足りないぐらい楽しめるイベントだったのかなと思います。まあ、その東レプももちろんですけれども、東レプ以外のところでもめちゃくちゃ楽しめるっていうのは、いろんなところのイベントを行ってみて大きな違いかなと思いました。なので生き物のイベントだけを目的に行ってそれで終わっちゃうのはちょっとっていう方は、サンシャインシティで行われる今回の東レプっていうのはすごくおすすめかなと思います。ただやっぱりお迎えをしたりとかして生態を持ったままっていうのは出歩けないと思うので、まあ午前中お昼ぐらいまでサンシャインシティで楽しんでから東レプ楽しんでお迎えなんかもしてそのまま帰るっていうのがすごく理想かなと思います。で特に私は今回車で高速道路で行ってたわけなんですけれども、サンシャインシティから高速道路直接帰れるので、他のイベントって結構パーキングエリアまで駐車場まで歩いて駐車場から出て高速道路まで一般道を走って高速道路乗ってっていうのが結構億劫だったりするんですけど、サンシャインシティの場合は高速道路降りてそのままサンシャインシティに入って、帰りもサンシャインシティからそのまま高速道路に入ってっていう感じだったので、めちゃくちゃ交通の便もいいなぁと思いました。またサンシャインシティでやるイベントがあったらぜひ参加してみたいと思います。はい、いかがだったでしょうか。今回は東レプに参加させていただいた感想の動画となりました。あとは購入品の紹介やお迎えは今回なかったんですけれども、お迎えしたい子がいるよっていう報告だけさせていただきました。また別のイベントに参加する機会や今後も気に入る子たちの紹介をしていきたいと思いますので、気になる方はチャンネル登録高評価いただけると嬉しいです。それでは今回の動画はここまでになります。ご視聴ありがとうございました。